とことん読み込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、久しぶりに、釣り竿を使っていこうと思います。本当に久しぶりだよね。で、さっき確認したところ、まだね、釣り竿は全然使っていけます。ソーブレードに至っては、無限ダイナモもまだできる感じですね。で、今日、釣り竿と一緒に使うのは、これ。斧ですね。呪われた斧を使っていきます。斧を釣り竿連打すると、こんな感じになるのよ。なので、これにキノコを入れます。そうすると、攻撃が当たるようになるんだよね。釣り竿とキノコ、そして羽を使って、うまいことを、立ち回りながら、やっていきたいと思います。ちなみに、エンチャントはこれですね。虚無2に、痛みサイクル、リフレッシュ、クリティカルですね。以前使ってたやつです。それに、ウィザーアーマーと夜の棒。これで、やっていきたいと思います。どんな感じになるでしょうか？それでは、行きましょう。地下寺院のデイリーにですね、炎の矢になって、火傷を持ってる。で、33% が、炎の道か。まあ、問題ないでしょう。いきなりこっち側に、キャプテンいそうな気がする。オッケーオッケーオッケー。基本的には、全部を常に連打するんじゃなくって、自分がボタンを押したら連打を発動する。そういう設定にしてます。うん。それで、移動がね、楽になるんだよな。キノコを、使い忘れないようにちょっとやっていきましょう。うんうん。やっぱり敵がね、結構いるところだったら、全然余裕。うん。ぴょんぴょんして、うん、移動も楽だし、いい感じだね。あー危ね。キノコをやっぱね、使い忘れないように気をつけていかないといけません。まあまあ問題はそこぐらいか。オッケーオッケー。で、ここは、一応雲も出るんでね、そこは注意していこう。雲にやられると、移動が制限されますんでね。よし、うん、あーキノコで矢がちょっとねえな。まあまあソウル系をつけてるのでいいか。いいね、ソウル系でいってるので、まあ問題ないでしょう。矢が出てきたら増殖していきましょう。じゃあ、あ、これ、羽ぴょんしないでいいか？あ、いや、した方がいいよね。じゃあ、いいね。でも、全然、キャプテンはいないね。うん、まあまあ、他にいると思うんで、とりあえず、増殖して進んでいきます。キャプテンがいないまんま、中間地点超えました。おー、いてくれ、あ、いた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 。いるね。こっちか。オッケーオッケー。ああ、あれだ、霊気受けると攻撃できなくなるんだ。なるほどね。霊気はマジでちょっと注意しないといけませんね。攻撃ができなくなる。霊気って結構出やすいやつだと思うので、結構注意しとかないとダメだ。おっし、オッケー、いいよ。やばい、落ちた。じゃあ連打さえしとけば、まあまあまあ死ぬことはないか。おお、ウィザーの回復量でなんとかなるかな。よしよし、オッケー。モブ速度が 10% 上がって、ダメージが 40% 減少か。なるほど。あ、ちょっと厳しいかもしんない。けども、いけるでしょう。洞窟の中にはいるかな。ここにいてくれれば嬉しいけども、どうでしょうか。あ、で、あれだな。結構、攻撃力ダウンが厳しい。結構厳しい。40% 減ると結構ダメージ与えられなくなるんだね。まあ、釣り竿だからまあまだいけるにはいけてるんだけど。あ、
やっぱそこそこ厳しいな。でもまあ全然いける感じなんでいいでしょう。あ、キャプテン発見。あっち側にいるのか。おい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 、えらいこっちだぞ。あ、いるいるいる、こっちにいる、珍しい。ちょいちょい、動きにくい、めちゃくちゃ動きにくい本当にすっごいノックバックする。ちょっと待って、こっちから行こう。うわー、なんだこの敵の数。よっしゃ、突っ込め。よし、突っ込んだ。突っ込んでダメージが入りさえすればもうこっちの。よっしゃ、ちょっと待って、ネクロが鬱陶しい。よし、いけたー。あとはキャプテンを倒すだけ。よっしゃ、なんだ、え、あ、クリーパーか。うんうん、よかった、ナイトモードじゃなくてよかったっすね。まあな、まあまあまあ危ないけどね、危ないけどいけないわけじゃなさそうだね、うん、あれ、うん、いないの。あと脅威3残ってるんだけども、ないのか。あ、まあまあ今からゴールに向かう途中でいるのかな。うん、だいたいここの先の右側に来やすいのでそこにいるんでしょう、おそらくね。この先がもうゴールだもんね。で、ここゴールじゃなくって、ここを右に行けば多分いる。あ、いるいるいる、ちょっと待って、痛い痛い痛い、ハハハハ。いや、これスピザオぐらいの火力ないと厳しいね。あ、やべ、ちょっと待って、霊気がいるから攻撃ができない霊気で攻撃できなくなるってそれもちょっと、ま、問題ないなんだよね。ものすげえ問題なんだけど、いや、いない、え、あー、もういないわ。うん、もう敵はいないっすね。うん、ということでちょっとなんか中途半端な感じになりましたけども、クリアですね。強いな、やっぱり。はい、ということで戻ってきました。今日は久しぶりにね、釣り竿連打を使ってみました。やっぱり強いね。うん、ものすげえ火力出る。ダメージ 40% マイナスでも全然いける感じだったので、やっぱり釣り竿はまだまだ現役ですね。まあ、使う装備によるかな。うん、まあ、両刃斧だったらキノコは使わなきゃいけないんだけども、まあ、全体をカバーできるので使いやすい。うん、全体カバーしなくていいならば、そうね、ツルハシとかがいいかな。うん、で、ボスとの対マンだったらソーブレードとか、まあまあ幅がありますね。すごく使いやすいと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。